え？日本一綺麗な星空が見える場所はどこかって？ここ、長野県は南信州さん。それ詐欺じゃないですよね。待ちなさい。これはサポート名目でお金を騙し取るサポート詐欺です。パソコンに出ている画面はウイルスに感染したように不安を煽っているだけの画面です。購入した電子マネーの番号を伝えるとその金額分が犯人側に渡ってしまうんです。してその番号を教えてくださいと言ってきたり、クレジットカードの番号などをパソコン上に入力させてお金を騙し取ろうとしてきます。パソコン上に表示された電話番号には絶対に電話せず、警告画面上のボタンもクリックしないようにしてください。なお、警告画面を消す方法についてはパソコンによって異なりますので、パソコンを購入したお店側に問い合わせてみることをお勧めします。待て、お前は何者だ。私の名前はセーフティーリーダー、うん、セーフティーだ。セーフティーだ、めっちゃかっこいい名前じゃないか。地元の小学生たちが考えてくれたんだ。勇気が出る前に私はどうしよう。行くぞ。
が入ったなどと表示されても慌てない。警告画面の指示には絶対に従わない。表示の電話番号には電話をしないといったことが重要です。また、電話の相手から電子マネーを買うように言われたら詐欺を疑ってください。